男、山根明氏、小室圭さんに、断髪式のすすめ、なんなら俺が切ってやってもいいよ。秋篠宮家の長女、眞子さま、29、と、結婚が内定している、小室圭さん、29、について、男、山根こと日本ボクシング連盟元会長の山根、明氏、81、が、男気注入も辞さない構えを見せた。初体験は11歳、結婚生活は4回目と、男女関係の酸いも甘いも噛み分けてきた山根氏は、眞子さまと小室さんの結婚問題についてこう語る。男たるもの何があっても出会った。最初の気持ちを忘れず、女性を大切にすべきだ。まだ30やそこらで人生これからだけど、あんまりチャランポランなことばかりしてもらっても困る。結婚は本人たちの自由だし、今回は母親の問題。親は命を懸けて子供を守るべきなのに、子供の幸せの足を引っ張っている。母親が身を引くべきだ。また、山根氏は、ニューヨークで、フジテレビに直撃された際、小室さんが無視したことを、アメリカに行く前と今では、態度が変わったね。宮内庁だかどこだかから、余計なことを喋るなとは言われてるのかもしれないけど、あんなに態度が変わるのは良くない。今は話せないですと断ればいいし、会釈も返事もしないのは、人としてどうかと批判した。帰国時、小室さんは言葉こそ発さないものの報道陣に対して頭を下げるようになった。山根氏は、日本ボクシング連盟会長や相場、国際ボクシング協会役員として、世界中を飛び回ってきただけに、日本の皇室というのは、世界中で尊敬されている。皇族の方と結婚するということは当然、普通の人とは違う目で見られる。皇室に関係する人がこんなものかと思われるかもしれないということをよく考えてほしい。そこを勘違いしてもらっては困ると指摘した。最後に、山根氏は小室さんのポニーテール姿を、本人の自由だけど似合わないね。なんなら俺が切ってやってもいいよとバッサリ。断髪式で男気注入の姿勢を示した。